ベビー抱っこしてたし。ホスティングってなんだっけ。え、チラシ歩きでチラシこう入れてください人んちに。そんなに割にいいやつではないけど。しかも人によっては切られるじゃん。小遣い程度であんの。割れてるんだよーって怒られるじゃん。人によってもいらねえよって言われるじゃん。怖い。あれ結構リスクだと思うよ、あの仕事。楽なようで。あのまだ牛乳とか新聞だったらさいいじゃん。いやだって契約してるからこっちが。あれはほらちっちゃい子供と一緒にさ散歩がてらやれるからちょうどいいんでしょ。あ置いていけないじゃん子供いるとちっちゃいのいるから、うん、であんだけ子供ちっちゃいのに学校行ってるわけじゃないだろうしまだ。あれノルマ制だっけポスティングの。あれ安そう。なんか400枚でいくらとかだったっけ。あ4000枚でいくらとか。そんなそんなに良くないしでも1万とか。あ1万もくれんだでも。やったら覚えてねえや。いやでも4000枚大変だよ。まあ。でも結構老人の人がチャリ乗りながらやってる人多いじゃん。まあちょっとした小遣い稼ぎなのか本当に苦しいから生活も確かに。バチオ先生とかね。なぜか先生なんだよ。だってバチオって。あの太鼓のバチ。あれもいるんだよ。バチオ先生。で、魂抜かれると普通の太鼓に戻るって感じだった。うん、それから魂抜かれとけ。バチオ先生って。
左すげえペタペタしてる。え？左の後ろすげえペタペタして走ってる。何の後ろ？何ペタペタって？なんかブラザーズみたいな感じで走ってた。ちょっと気持ち。事件多いからさ、何メルカリから起きメルカリ進展があるかな、なんか送らなさそうで終わりそう、値下げ交渉、まあ、いくらでもいいから100円でも下がったら嬉しいなっていう、800円のやつ、うん、700円になってたから買った、いいじゃん、ユニクロの服だからね、絶対状態良かった、10回ぐらいしか着てないみたいな書いてあったし、古着で買うユニクロとか自由が一番すごい、うん、ユニクロのやっぱメンズのユニクロは物がいいんですよ、結構多いですよ、なんかレディースのユニクロも自由もそうなんだけど、なんかすごい劣化しやすいっていうのは何ですかね、そうスキニーパンツとかああいうさ、ジーパンもすぐ色あせて引いてるんだよな、レディースって消耗品になっちゃうから捨てなきゃってレベルなんで、さすがに色合わせてんのずっと聞いてんのちょっと見そろったらしいし、11月終わろうとしている、そして私の誕生日が国宝に迫ってくるやだな。